図書委員の入荷希望。もしもし、どうした？ごめん、さっきアキトにも。だから3人だけで。ああ、ありがとう。じゃあ、わかった。相談、そういえば。アキト。お、ああ、そういえば小羽のことか。ああ、自信をだろ。ま、そうだな。うん、いや、自信。おお、ああ、毎回。ああ、そう、遠野さんは梓沢の歌を。そんなこと、素人だとか。俺だったら。そうか、なんだよ。あ、それはそうなんだが、とにかく、けど、はい、覚えてるか？俺たち、ああ、あったな。3人で慌てて止めて、その結果、無駄を省いた、とはいえ、それ、けど、あいつにも自分が、そしたらあいつ、ああ、あれは、それからも、とにかく、今もそれは変わらないようだが、自信がついたら、きっとも、まあ、そのためにも、ステイゴ、ああ、梓沢はよく俺たちに追い、さらにその向こうがあるのだと。